皆さんこんにちは。2024年2月29日に複数の女性職員らに対する99件のセクハラが認定された岐阜県羽島郡岐南町の小島秀夫町長が辞職願いを提出。兄貴から電話がかかってきて怒られましたと小島氏は前日の会見で自身のセクハラ問題について親族から怒られたと号泣した様子が世間で話題となりました。その姿が放送され視聴者の脳裏に浮かんだのは野々村隆太郎元兵庫県議だったようで、 SNS を中心にこちらもちょっとした話題に。野々村氏といえば2014年7月に政務活動費の不正使用をめぐって泣きわめき取り乱す号泣会見を行い、連日ワイドショーに取り上げられました。あれから10年になりますが、人々の記憶には刻まれていたようで、野々村氏の近況を気にかける声が。野々村隆太郎先生の号泣記者会見から早10年、次なる逸材は岐南町から。男も女も号泣会見するなら野々村隆太郎くらいやってほしい。号泣した時に野々村隆太郎議員を思い出しました。野々村隆太郎さん元気かな。そんな野々村氏は関西大学法学部卒業後、兵庫県川西市役所に約15年間勤務した後、2007年に行政改革を志して退職。西宮市市長選など4度の落選を経て、2011年4月に同県議選西宮選挙区から当選し政界入りしています。号泣会見につながったのが、2013年度の政務活動費として約300万円を使っていたことが明らかになったことからでした。計195回分の切符代を活動費で支払っており、義務付けられていた領収書の添付がなかったことが問題視され、そもそもその出張自体が空出張だったのではないかとの疑惑が浮上。そして2014年には歴史に残る号泣会見が行われました。彼は4度の落選を経て2011年に政界入り。しかし2013年に政務活動費として195回の不自然な日帰り出張を行い、交通費が約300万円に上りました。2014年7月に釈明会見を行うことになりましたが、その場でうわーん、この世の中を変えたいとか、やっと議員になったんですわと号泣しながら身の潔白を訴えたのですと話すのは、あるスポーツ指揮者。この野々村氏の号泣会見は世間に大きなインパクトを与え、連日ワイドショーなどメディアに取り上げられることになり、ネットでも面白おかしく扱われるように。その後詐欺と虚偽有印公文書作成同行使の罪に問われ、2016年7月に懲役3年執行猶予4年の判決が下されています。直撃を試みてマスコミが野々村氏の自宅前で張っていると、必ず警察官がやってきて、どこの社ですかと問いただされたという逸話も残っています。2018年には日刊現代の取材で大阪府内の当時の地域住民に聞くと、野々村さんは事件以来ずっと自宅で引きこもっていますが、その足音で家族、団地の住人、警察官、営業マン、マスコミと聞き分けられるそうですと語っていたそうです。マスコミには相当警戒しているようで、一度もメディア登場はしていません。その後は長きにわたり沈黙を続けていた野々村氏ですが、2023年3月からはライブ配信アプリふわっちで配信者として活動を開始し、今年に入ってからはノートでのメンバーシップ募集、2月にはここならでのサービスを出品し始めています。ある配信の視聴者は、野々村さんは2月13日からアプリ上で野々村隆太郎の恋バナチャンネルと題した恋愛トークラジオを始めました。これまで恋人との距離を詰めるためのテクニックと称して、一緒に料理をしたりプラネタリウムに行くことなどを勧めています。この日は2人きりでキャンプファイヤーを行えば距離を縮めることができると豪語していましたと話しています。
実際に野々村氏は2月19日に、冬の夜の二人きりだからこそキャンプファイヤーの炎のように二人の恋はメラメラと燃え上がること間違いありませんと音声配信アプリでそのテクニックを披露しています。スキルマーケットサイトのココナラで世界的に有名人の私があなたのどんな悩みでも受け止めます。ネット被害者の野々村龍太郎があなたのネット被害相談を伺います。恋愛や失恋、婚活経験豊富な私があなたの深刻なお悩み解消しますなどと、各5万円で相談者を募集しています。注意書きにはマスコミや警察、放送関係者と議員等立候補予定者を含む政治家の方はお受けいたしませんと記載していますが、現在はまだ販売実績はありません。また婚活中であるようで、ブログには今年1月1日付でデートのお誘いと題し、私とデートしていただける女性はメッセージしていただきますようにお願いいたしますと更新しています。婚活も仕事も23年頃からブログにとどまらず、 SNS を使った発信に積極的な印象ですと話すのはある週刊誌記者。このようにネット上での活動をスタートさせた野々村氏、ラジオ内容やココナラでの商品内容から恋愛に関して自信があるように見える野々村氏ですが、ご本人にスキルはあるのでしょうか。前室の配信視聴者は、彼は2011年に SNS 上で結婚相手を募集したり、2014年にも自身のブログ上でプロポーズできる女性に出会うなど、以前から婚活に積極的ですが、ブログ上に公開している2024年の願望リストなるものには、私に好意を持つ好みの女性とのデートと書かれていますから、未だに実ってはいないようですねと話しています。2024年に58歳になる野々村氏ですが、春が訪れる日も近いのでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。